今回はどんなすごいものが、すごいグッズが飛び出てくるのでしょうか。見ていきましょう。チャチ、近い。ごめん、近いんだよ。なんか、チャチはカメラ好きだよね。これはまず最初に開けちゃおうか。筒の中身の正体は、せーの。はい。はい、出てまいりました。こちら。おー、ウォールステッカーですね。ウォールステッカー。はい。こんなようなものが、はい。これね、僕もやったことありますけども、でかいやつですね。ありがとうございます。あー、なるほど、なるほど。ここにこう、いろいろ詰まってる感じですね。おやつも入っておりました。取り方わかんなかったから、ぶち切っちゃった。はい、そして次、この紙を開けたいと思います。ペットじゃない気がする。ペット用品じゃないのってさ、今日行ったヴィレッジヴァンガードの袋に入っております。今日行ってきたぞ。ビレバンにさ、ペット用品売ってるかな。せーの。はい。あ、え猫グッズだ。ビレバンの袋入ってるだけか。そういうパターンもあるぞ。猫で遊ぶやつかな。すごい肉球。あ、気持ちいい。ありがとうございます。せーの。はい。メガネが入ってるんだけど。はい。アニマルのメガネかけですね。ありがとうございます。エクスペクトこの中にもね、ちょっと2つに分けて入ってたので、こちら段ボールの方からあげたいと思います。やっべえ、おやつがぎっしり詰まっております。ありがとうございます。人間用ですね。これペット用。これ人間用ですね。お芋さん不足の中ね、この不況の中ポテチを送っていただきました。ロイヤルカランジョ。あ、マロンくん。あ、なんか愛情感じるな、こういうの。マロンくんって書いてある。ありがとうございます。マロンくんにあげます、これはね。はい。いや、まずそんなことしなくていいですよ、本当に。これからね、また送ってくれるとかさ、送るけど、何回に送ればいいんだろうって、34回か37回になったんですけど、どこに送ればいいってこう、リップくれるんですけど、わざわざ書かなくてもいいですよ。はい、ちゅちゃさんね、ありがとうございます。いや、嬉しいな。これはちゅちゃにあげましょう。はい、ということで最後、こちらですね。あ、最後じゃなかった。もう一つ袋がありました。こちら開封してみたいと思います。さらに入ってたけど、これはですね、ちょっと待ってください。猫用ではございません。これニャンネルであげてて申し訳ないですけど、これは猫の匂いがしない、服の匂いしかしない。ライトオン。せーの、ドン。2枚いただきました。ちょっと今2枚は切れないな。ありがとうございます。ちょっとまた使わさせていただきます。いただいた商品こちら、ドン。ツイッターでね、ちょっと服がねえみたいなツイートしたんですけど、服がねえからニャンガルパーカー着てるみたいなツイートしたんですけど、まあ、多分それでしょうね。ちょっと服をたくさんいただいております。はい。そして最後かな。せーの、ドン。カルカンの、はい、こちらが大量に入っておりました。ありがとうございます。さっきよく見てなかったんですけど、この中にこれがね、入っておりました。ももクロちゃんが CM やっている、鈴木のこのアイシャムル点検あるじゃないですか。これの、なんかディーラー、に勤めてる方からいただきました。いろんな人が見てるんだなってね、ひしひしと伝わってきました。ちゃちゃさんが険しい道のりを乗り越えてきました。おやつの山を。はいはい。ということでですね、あ、マロンくんが行っちゃった。はい。たくさんいただきました。今回イメージとしてはなんか服系が多かったんじゃないかなって。ファッションね、この丸メガネとか多かったんじゃないかなって。これ多分付属品だけど、これはスタンドがメインなんで。ということでいただいたおやつとかもね、まあ少しずつ、毎日はねなかなかあげれないんですけど、少しずつあげていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。チャチもマロンくんも。